揚げ物？あーシュルーツ。かわいい。もう。ベースノートは満足の香りにしましょう。満足の香り。いやすごい、ね、何満足の香り。ね。満足の香り。感情をそのまま香りとして表現する。すごいね。いやそうなんかこう結構本編だったりこうシナリオを撮ってる時は、うん、すごいもう本当に難しい硬いみたいな思いながらちょっと収録してた時もあったんだけど、うん、この、ま、PV 的なものを収録した時に、はい、なんだろうエミリアのまた新しい一面が見えて可愛、うん、いの。ギャップ、ギャップっていうの？うふって。わかる。これがねいいとこ。やられちゃうよね。ギャップがいいとこ。可愛い。わこの笑顔ね、これはやられちゃうよ。これは本当に可愛い。微笑んだ。これ止められるとね。ねえやっぱあるね。ここがすごいスケスケだったんだ。魅力的な。スケスケだったね。どこが？ここだよ前の顔。どこどこじゃ見てモニターで。モニターでお前の体が見える。どこがスケスケだったの？ここだよ。そうかそうか。バンドさん、まあ、魅力的なキャラクターだからね。やっぱぜひ自分が強くしてあげたいって思っちゃうね。はい、ねぜひ。そんなキャラクターでございます。はい。はい、ではでは、ここからはリスナーの皆さんからのお便りを紹介していきたいと思います。お願いします。旅人ネームアンブレラさんからいただきました。ありがとうございます。ひよちはこれまで拳で戦う女性を数多く演じられてきましたが確かにエミリーのように淑女で知的なキャラクター戦う時に声を張らないキャラクターはあまり多くないと思うのですが、うん、演じる際に気をつけていることやここに注目してほしいということがあればぜひ教えてください。そのおっしゃる通り、はい、もう本当にあの拳もしくは近接武器で、はい、うわーみたいな誰みたいな大攻撃大得意みたいなタイプを演じることが多かったのでうん、うん、逆にこう出しすぎないようにっていうのをそっちに行かないようにちょっと気をつけるというか、うんうんうん、やっぱ武器が長かったりするんで、うんまあね、そうそうそうでやっぱ優雅に元素爆発の時もこう、うん、ねいやーみたいな感じというよりはこうポンと灯すみたいなイメージでやらせていただいています。なるほど。本当に気をつける。そうですね。だから結構そのディレクションとしてはどういうのが多かったの？ストーリーそれとも、まあ、キャラクターの、まあ、全体的な像として。最初はもう少し若くみたいな。あ若く？もう少し若めにみたいな。そうなんだ。だから多分もう結構ね私大人に作りすぎていった部分もあって、うん、多分もう少し声、まあ、色的な多分ことだったんだと思うんですけど、うん、そういう意味でなんだろう攻撃のところもなんかこう手だれ感を出すというよりは、うん、もう少しなんだろう少女らしさみたいな攻撃された時も少し入れる、うん、なんだろう肉弾戦ではないみたいなところをこうちょっと考えながら、うんうんやっていたかな、どっちかっていうとこう頭脳が前に出るみたいなイメージかな。そうなんだ。そういうね下地というか苦労があって、いやいやいや出来上がったキャラクター、ですな。あーなるほど。